昨日の雪辱に燃えている小西です。ここでライトがフェードウェイを決めた。鈴木アイラブラウンのバウンスパスを読んでカット、小西左へ展開、ライトから速い展開、ディアルだかパス、ゴール下、ベアーク、ディアル、さすがディアル選手ですね。速い展開、コントロールはライトで、そしてディアル、関東かいくぐってのレイアップ。今日もツーポイントシュートを決めていました。ディアル、なんとかついていた水野、そして逆に京都が奪った。水田走っている、ドンリーついていますが、それでも決める。水田に走った、あそこまた奪った水野、よく入れた、鮮やかなスチール。水野どうだという上を吐きました。大阪タイムアウトです。マシューライトとディアロ、アッカプテ決める。水野選手飛び込みましたね。リプレイでご覧いただきます。ここからです。ゴール下に水田入ってきています。水野チェックディアラ、この位置でスクリーン振り切って左手のレアップ、決める。残り3秒、ニュービルに落とさせて速い展開、ライトニュービルがつきます。その上から打ってきました、ライトタッチが出てきています。足元がついていく、外へのパス、ジュトフ、ブラウンがついています。ペイントにアタックしたら左手のシュート、もう使いました。ニュービル選手がなかなか来ないところをオマラ選手がさすが支えてますね。今はディアロがいない状況ですが、ロールがお返し、スティールを狙ってますが、ライト自ら行ったか、あーバックホーム、鮮やか、ジーツリー、ジュトフが来た、場内割れんばかりの拍手。京都5点リードなんですが、なかなかすごい試合になってますね。お互いに譲らないですよね。京都が第3クォーター一時リードしましたが、この後大阪もまたリードチェンジして、この最後フリースローワンスローで追いついてタイスコアという展開になりました。京都一時木下、これで20点シーズンハイを更新中で、キャリアハイ更新にあと1、あと2。水野ベイドレイアップ、バーステップがいるワンショットが耐えられます。ライトと交換、ライトからユトフ手を伸ばしてかわしておいてからペイントにアタック、タブク5点というのが今シーズンあるんですが、もう今日は20点という今日はハイアベレージです。これもね、いい判断だったんですよ ね伊藤選手、体を当てながらライト、ここから水野、木下がついていますが放り投げて、これを決める、エンドワン。昨日ドンリーを吹き飛ばしたというプレーもあったと思うんですが、このように一度体を当てながらファイルハントとのピックアンドロール、木下、あ、ここは奪い返してターンオーバーだった。大阪、京都、逆に走るユトフ、パス、コーナーで待っていて、ミスタースリーポイント、非常に素晴らしいチームプレーだと思います。ここは京都が相手のターンオーバーから速攻スリーポイントを決めた場面です。京都は今日ディフェンスこういった形で相手のターンオーバーから非常に積極的なスリーポイントが決まってますね。水野から柳のパス、ユトフ決めます。3分半、3分20秒リスタート、ディアロ、オーガ、あー、そして決める、エンワ、力強いですね。ここですブラウン、続きついていますが、それでも決める。会場の雰囲気を味方につけて、そうですよね、勢いに乗りたいですね。ライトが一瞬フェイトしてバウンパス、ディアロ飛ばしておいてからのシュート、またディアロ得点が続きますね。そうですね、オマラも積極的に、しかし早い、ブラウンダンク失敗、早いパス、またディアロ、今度はニューミルついています。ミスマッチ、